こんにちは、メッソ編集長の岡本です。さて、皆さん小説雑誌でお読みになられていますでしょうか。なかなかハードルが高いと思いの方も多いと思うんですが、おすすめの読み方としまして、特集記事を、楽しんでみるというのはいかがでしょうか。そして、それで今回私のご紹介したいのはこの小説新潮6月号、この初夏の鉄道大特集というこの特集記事の、号です。私自身が鉄道が大好きなものですから、それをもあっておすすめをしたいんですけども、鉄道ってすごく身近なものだと思うんですね。その身近なものが小説誌に出てるということはなかなかハードルが低くなるんじゃないかなと思っています。その中でも僕今回、特に福岡が、中心の、小説ですとか記事がエッセイが多いんですけども、越谷治さんの、貨物列車を、テーマにした話、なかなかの青春小説で、私も、福岡の人間ではないんですけども、地元金沢で、よく列車を見て過ごした少年時代を思い出すようなちょっとこうキュンとするような、話です。ぜひ楽しんでみてください。それ以外にでもですね、やはり小説新潮さんなんですね。なかなかこう、情報としては充実してまして、もう下手するとアカデミックなぐらいの、ものなんですけども、小説からエッセイ、いろんなこう記事、いろいろ楽しんでみると、鉄道だけじゃなくてそこから小説誌に、興味を持ってもらえるんじゃないかなと思ってます。ぜひ鉄道企画は、なかなか見かけないと思いますけども、特集を、テーマに、ぜひ興味を持ってみてください。